ファイター、ブルートス、レッツー、届けやっていきましょうか。ポケモンスタジオの金、銀、前回に引き続いてですね、ウォッチ、パーティーやっていこうと思います。どうなんだこれは、スタジアム、ミニゲーム、講座、研究所など、いろいろ、ホワイトシティ、ブラックシティもあるのかな。コントローラー1と2を使ったバトルっていうことなんですけど、結論申し上げると、初めてなんだわ。そうです。もう僕、ポケモン最初も金銀の処女なんですよね。ということなので、まあ、いろいろとこうやっていく中で、研究所、ジムリーダー、指導、ミニゲーム、フリーバトル、フリーバトル4人まで遊べる。4人まで遊べるんだ。いつか誰かか。あれだ。誘う。ということで、ミニゲームで遊ぼうということで。あ、なんかあるんだ。一人でチャレンジ、ポケモンクイズ制限時間で何問正解できるかな。みんなでクイズ、ミニゲームチャンピオン。ごめん、みんながいないんだ。おっさん一人なんだわ。ということで、ミニゲーム、12個。1個増えてるんですね。80。じゃあ、一人寂しくやっていきましょう。で、コンピューターは、前回普通でも惨敗をしたんですが、証拠にもらって普通でやっていきましょう。すげえ新鮮。全然見たことないからね。じゃあ、とりあえず、こう、なんだろう。これは、こう、半時計回りでやっていこうか。じゃあ、モノバットル洞窟探検。A を連打して上に飛んだら 3D スティック右下にハートをたくさん集めた人の勝ち。ホイールにぶつかったり、相手に勢いよく、体当たりされるとハートばらまいちゃう。ゴルゴルゴルちゃんもガブリン。ガブリン、これはな、練習チャンネルのカブリンみたいな感じなのかな。これとりあえず何 A ボタンを押して、あ、結構操作むずい。ちょっとむずいぞこれ。ハート返す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 。ハートよくせ、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 ハートよくせ。これ、そんなあれだな。大のこと作る。なんか、ゴルちゃまだっけ。ゴルちゃまよくせ、これ、ゴルちゃまよくせ。俺のハートキャッチプリキュア。俺のキャッチプリキュア。よし、オッケー、いいね。結構長いな。結構長い。コイル。あ、なんか取られた。返せ。これやろう。返せ。よし。やばい。勝った。勝ってね。あ、ガブリ。ごめんのチューだったのかよ。まさかのルーチュー。まあ、とりあえず勝った。なんか、あれだね。ちょっと、まあ、別のゲームなんだけど、同率1位っていうのは気に食わないですね。いや、まあ、いいや。勝った。とりあえず俺の勝ち。俺も勝ち。で、これなんだ？ 3D スティックで相手にガンガンぶつかって、5回リンガーを突っ込むからで、A で必殺、高速スピードで突っ込む瞬間にうまく使って、僕の方に走って、で、カポエラ、ぽいぽい、ポクン、マッハ。ね、ちょっとごめん、覚えられないですね。全くこの感触がつかめないというか。もうさ、おう。あ、そういうことか。相手を動か。あー、飛ばされた。しまった。よし。なるほど。相手を5回、5回弾き飛ばすってそういうことか。あ、誰かに弾き飛ばされたらダメなのか。あ、なるほどね。弾き飛ばしたやつの名前が見、あ、色が見えるわ。あー、めっちゃ飛ばされてるー。ちょうど下手くそじゃねえか。あ、なんかぽいぽいだっけ。めっちゃうめえな、ぽいぽい。あー、やばい。全然ダメだ。ほら、ベイゴマ。ほら、ベイブレードなら負けねえけど、負けたー。くそー、負けちまったな。いやー、これちょっとあれだな、感覚つかむのむずいな。外でくたばってしめになってるわ。知らねえだろ、みんな。くたばってしめになってる。この作品忘れたの。お、紫カイロス。これ実際でもカイロスよりもさ、ストライク取ってた方がいいでしょ。だって、ね、ハスタムになれるし。で、上から落ちてくる丸太の白い線のところをタイミングよく A ボタンで切る。勝負が5回、線より上を切ると点数が減っちゃうので気をつけてね。合計点数。あ、なるほどね。反射神経ですね。集中。本命。あいつ来るかか。なるほどな。嫌です。惜しい。
そういうことか、そういうことか。うわぁ、これもう、おっさんになってダメだよ、集中。あぁ、微妙かな、どうだろうな、まあまあいいんじゃねえか。でも、言いながらも、みんな、みんな点数取って直し並んだ、オッケー。実況なんだけど、静かに。なんかさっきから赤色が強えな。ってことは、修正できれば15ってことだな。よし。お、え、どっちだ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 、おっしゃ、一気に逆転、最後の戦い。うわ、なげえ。そして、早いし、もはや切れなかったし。逆転くらった。あー、一勝二敗ですね。じゃあ大分たちの、なるほど。十字キーを押すと周りの草むらへ指を離すと真ん中移動できる。 A ボタンで自分の前にあるゴールにボールをシュート。得点を勝ちたかち。おたおたには勝てる気がする。ぴょこたん、あ、ぴょこたん、かわいいな、名前が。そういうことか、そういうことか。よいしょ。あ、いいね。あ、違う。あ、俺自分のゴール、自分じゃないゴール見てた、今。完全に 1P だからさ、なんか自分のゴールなのかと思った。お、いいね。これ、あ、モスターでかい。マスターでかい。ボールを跳ね返すときに A ボタンでスマッシュするとカードがかかるよ。相手のコートに5点入れた人が勝ち。自分のコートに入れるとマイナス2点。あ、バリバリって確かさ、初代ポケモンの交換で手に入れるやつ。おぉ、むずそうな、あれだな。A ボタンで弾き返す。あ、なんか点数取れた。やった。マイナス1点にならないようにだけ気をつけなきゃいけないんだけど、おい。あ、なんか。すげえ、あの緑野郎になんか横取りされた。おっきいね、シュッとはいい。なんかもうもっと早く来ないかな。あ、マイナス1点、ただのマイナス1点か。なるほどね。しかもこれ角度がさついてるから結構あれだね。そのちゃんと行ってんのかっていうのが難しいというか、危ないというか。あ、しかもこれあれか、あれだな、スラムダンクリボンだ。君がリバウンドを取って点数を取ったらプラス2点で、相手の点数を取れないから、つまりどういうことか分かるか。よっ、プラスマイナス4点分の働きってことか。俺今2点分の働きの、あ、ちょっと赤いの。赤色ってバリバリ、赤色強くない？あいつなんか負けまくってる。ピチューの発電競争、上下左右の電極が飛び出てきたら、その方向に十字キーを入れたまま、ランプが青いときは A、緑のときは B。おお、前回なんかピカチュウとビリリ玉のさらに緑バージョンか。あ、待って、落ちてるの？連打では負けたくない。俺の勝ち。これ何ボルト？今回の記録 13.91。 遅いんだろうな、これ。多分10秒切っていかないといけない。あれなんだろう、64とかだったら多分ね、あの爪連打で。とりあえず3勝3敗だね。ほうほう。
ミュージキーで進む向きを変えてコースを一番早く吸収した人が勝ち。A で土組めて一周するために順位で3まで溜まるよって自分の煙は通れるけれど相手のだとスピン。ファイナルラップは煙ダッシュのよ。まあなんかもうルールの意味が分かんない。よいしょ。OK。あれ?1位だともらえないのか。そういうことか。あ、で、こいつらの手を残していくっていう、卑怯やなぁ。で、消えへんのか消えへんのかい。あ、しかも内側いけんのかよ。あー、ずるい。よっしゃ、待ってる。よしよしよし。違う ?OK、いいね。あれ、俺が待ってる。あ、なるほどな。黄色野郎に兵かまされたんか。ほらほらほら。よしよしよし、待ってろ。残り3周。しっかり相手の挙動を見とかないと。でもあれなんだよ。消えるんだ。回れ。よし。お、みんな残ってへんやろ。よし。ちょ、なんかすげえ卑怯なことされてる気がする。嘘やん。これぞまさに言葉が出ねえってやつだな。ダメー。2勝4回 ?1? ちょっと待ってね。1、2、3、4、5、6、7、8。3勝5敗か。やばい。また負け越してんだな。スタジオに駆けつけてくれたポケモンたちを A ボタンを押して数えよう。問題は5問。しかもこれ、あれ?世界近ければ近いほど点数がもらえる。しかもあれ、これ間違えて数を押しちゃった時戻せないんだ。マリパ3よりもレベルが高い。ちょっと行く。オッケー。ジュジュジュ。ワン、ツー。三、四。ワン、ツー、三、四。あ、だよね。びっくりした。なんかみんな全然違う点数出すから。なんでって。待ってる。ドドリオ。オッケー。いいよ。ドドリオ。ワン、ツー、サン、シー。だよね。ワン、ツー、サン、シー、正解。よし。そう、ぴったしついてくんな。トゲピー。ピートゲ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。違うポケモンも出てくんのかよ。だよね。よし。これは余裕だね。ああ。これは勝ったな。よし。ちょっと借金生活がちょっとずつ逃れていく。ファイティング!いろんなポケモン出すぎだな。あれ誰だっけ?マグマックだっけ?マグガック、マグマルゴ。マグマルゴ、マグカルゴ、マグカルゴ。決めたら惜しいのかな。スカウト。全部17、18、19、20、21、22。みんなも数えてね。まだいた。押しすぎじゃねえか、おめえら。わかんない。多分ね、最初、目視しか出てないから。まあ、もう圧勝ですね。え?全然違ったくそーあ、よかった、最後、めちゃくちゃ逆転されるかと思った。カイロスのやつみたいにして。とりあえず、よし。これで4勝5敗。コロコロトゲピー。ドンファンって見て。ツインディスティックでお腹畑、石、丸太を受けながら下に向かって走っていく。矢印を踏むとスピードアップ。その時丸太は越えられるけど遅くなっちゃう。丸太は越えられるけど、足に引っかかっちゃうってことね。もうもはや 4P に関してはチックルって名前。ずるずる。シュ。みんな早い。本当にみんな普通。ずっと4位なんだけど。ずっと4位だったんだけど。待って、これ普通だよね。みんな引っかかってなかったよね、全然。うっそ。やばい。これでもあと1杯でもしたらもう借金生活になっちゃうんだけど。やばい。飛んでデリバード。3D スティックでプレゼント5個まで入る袋に詰めたら、ウリムよけて上まで運ぼう。得点の多かった人が勝ちだよ。よし、ダイヤモンドとピアノとカビオですね。
よし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 よ移動速度が違う。ちょっと待って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 、お前らずるいぞずるいぞずるいぞ。これめっちゃあれやん。他のキャラたちすげえあれだね、持ってってるね、アイテム。あ、やったでーやん。ただ満タンにしちゃったよ。満タンにしちゃったのはきついんじゃないか。いいね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 。あと2回くらいいけたいかな。あ、アメちゃんはいらない。あ、ゲームはゴゴ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 。に当たって別に取られるわけではないの。あ、じゃああと8秒。ピアノ。ピアノ。あ、とりあえずもう一個ずつ稼ぐ、稼ぐ。さあどうだどうだ。これだ。よっしゃよっしゃ。あっしゃ。これはあっしゃ。オッケー、ピーで失敗したからこれを圧勝して。シャーケプ4勝6敗ですか。真ん中から。真ん中から L ボタンで左、R ボタンで右手に入れるような、上から降ってくる卵を受け止めた人が勝ったし、卵が100個、ビリ玉を受け止めて集めた卵が減っちゃうなって、すごくね。もうなんかあれだね。いつも 4P がなんかこう、かわいそうというか、いつもあの、ももちんとかさ、なんかもはや関係ない感じにされちゃってる。うわぁ、嘘や、落としてる。見たくそ。ほい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 、オッケー。めっちゃ落としてる。やー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 、ザバミサラセイー。おらおら。ちなみに真ん中に移動するときに真ん中にいるビビー玉食らったら死ぬとか大丈夫だね。よし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 。ほい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 。あー、最高落とした。ほいほいほい。あ、ちょちょ、無理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 。あ、だだだだだだ。ほい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 。ブリ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 。そんな、多分多分あれだから移動中にやったらあの落としちゃうんだろうな。ゴムアンパイ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 アン指定されたフルーツ、A パムが蓋を開けたらフルーツめがけて A ダッシュ、B フェイント。フェイント意味ないだろうな。クヌギ玉一回休み。おお、なるほどね。100かける勝てなかった。まあ、なんか何個かあってみたいなとか、ま。色濃いな、俺。負荷がだからまともなやつなんだろうな。お前もフェイントしてくんのかよ。よし。あー、ちょっと負けてる。よし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 ですよね、ですよね。うわー、勝った。よっしゃー。ちゅうわけで、あー、終わっちゃった。前回はね、3勝6敗という惨敗、借金生活まみれでしたけど、借金まみれ生活だ。なんとかね、無事に6勝6敗、はい。同点まで追いつけたので、ぜひチャンネル登録をお願いします。なんかちょっと一人クイズってなんか気になるんで、ちょっと次回こっちやってみようかなというふうに思います。では、また次回パートでお会いいたしましょう。さよなら。